ミノ別院は、東京都中央区にある日蓮宗の寺院。ミノ山駆動寺の別院でもある。高野山新言宗の大安学寺の隣にある。1883年、新居美刹によって解散された。当地は、かつての天馬長老屋敷で、明治期に入って廃止されると、誰も住むものもなく、空き地となった。そこで、国史社、警視者の母体を弔うべく創建されたのが当院で、 ある。解散以来、当院管理者は本山から派遣される人気ありの別当制であったが、1942年からは住職制に切り替えられた。2020年時点での住職は第三世となっている。門前には、かつて同じ日練習の随宝蜜寺が存在していた。1987年に茨城県取手市に移転した。当院の本尊は、 岩満高祖日蓮大菩薩像と呼ばれる日蓮像である。1310年に龍下順日蔵によって作られたものであり、これまでは本山の身の武山駆動寺に安置されていた。高さは71センチメートルで東京都の有形文化財に指定されている。1923年9月1日の関東大震災に際しては本尊をはじめとする時報を持ち出し、 病院の患者を乗せていた天馬船に何とか乗せることができた。しかし、患者の上陸後、火の手が船の近くにまで及び、船が行方不明になってしまった。半月後、船橋の海岸に無人の船が漂着し、過去町から当院のものと判明した。1945年2月15日の空襲でも、焼夷弾が本尊の側に落ちたのにもかかわらず、 なぜか燃え広がることはなかった。当院では、冷蔵の加護のたまものと一層ありがた味を覚える、ものである、大商人のなせる気づいとしている。ありがとうございます。